アビー・アハメド首相は去年4月に就任し、隣国エリトリアとの国境紛争の解決に貢献したことなどが受賞の理由ということです。ノーベル平和賞、エチオピアのアビー・アハメド首相が選ばれました。エチオピアとエリトリアは国境をめぐる争いから1998年に武力衝突し、それ以来20年間国交が断絶していました。去年4月に首相に就任したアビー氏は、譲歩することで関係を改善し、3ヶ月で紛争終結にこぎつけました。エリトリアはアビー政権の仲介によりジブチやソマリアとの国交も回復しました。またアビー首相は内政面でも女性の地位向上や民主主義の発展に取り組んでいます。 The Norwegian Nobel Committee hopes that the Nobel Prize will strengthen Prime Minister Abe in his important work for peace and reconciliation.